羽化したやつを掘り出そうかなと思います。あー、はい、うわー、すごっ。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが教師八丸さんです。教師八丸、教師だ、八丸、惜しい、八丸でいい。教師じゃない、教師、教師、うん、教師には見えないでしょ。確かに黄色と黒ですもんね、衣装も。教師って別に黄色と黒じゃないけど。違うんすか。いや、当てずっぽで言うなあれ、八丸の八要素。あ、八要素なんですね。そうそうそう、ぽっちゃりしてるから丸。いや、別にそれは結果太っただけでも八丸さんっていうのは合ってたんですね。合ってる。いやいや、それはまあ合ってて当たり前なんだけど。見事もうすぐ1年ですか。もうすぐ1年ですね、うん、本当に、うん、3月7日とかなんで。ああ、そうなのか、はい、流れる季節の真ん中で。3月9日はい。久しぶりなんですけど、うん、意外とこれやってなかったっていう、まあずっと待ってた部分ではあるんですけど、羽化したやつを掘り出そうかなと思います。あ、動画にしてはいると思うんですけど、うん、ヘラクレス。お、ヘラクレスのメスですね、今回。メスか。はい、いや、そんな露骨に、露骨に視聴者代表するみたいな、やめてください。メスなんですけど、うん、今回は羽化してるタイミングで、はい、1、2匹の時とかは、うん、そんなに、まあ、動画にしないで自分で掘り出して、まあ、休眠させてたりとかしてるんですけど、うん、とか、まあ、ランバージャックの委託にしたりみたいな感じにさせてもらったりしてるんですけど、はい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 、とか、まあ、ブリード用に回したりね、うん、あるんですけど、今回ね、まあ、ある程度いるんで、うん、久しぶりに動画にしてみようかなと。早速やってまいりましょうか。お願いします。じゃあ今回の、掘り出すやつ、うん、まあ、羽化してるであろうヘラクレスのメスがこちらです。はい、寿司玉みたいな。はっ、あ、違う、寿司玉。あ、いやいや、やっちゃダメだって、それは。はい、2、4、6、8。はい、くしくもちょうどいいよ。じゃあ縁起物ですね。うん、まあ、はい、羽化してるかなとは思うんで、羽化してなかったら、まあちょっと人工養殖に移し替えるかもしんないんですけど、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、ここからいきましょう。お、わかりました。2018年の5月ですね。まあだいぶ経ってるんで、約2年弱。おー、結構かかっちゃってましたね。そんなかかるんだね。まあ割り出し日ってだけで、まあ多分もうちょっと早く羽化してたと思うんですけど、はい、これ最終が 74g なんで、はい、またちょっとそっからマットが足りなくて、マット交換できなかったんですけど、うん、まあ上からマット足したりはしましたけどね。え、メスの74ってどうなんですか。まあまあ重いですよ。おお、いい感じだとは思いますけど、まあこれがオスだった場合、めちゃくちゃちっちゃいって感じですね。あー、はい、そっか。メスだったら70ミリぐらいにはなんじゃないですか。はい、いきましょう。はい、はい、うわー、すごっ。これでもいいかな、サムネ。気持ち悪いもんな、このサムネ、なかなか何か分かんないかな。いや、これすごい、いい感じで、うん、これちなみに幼虫の皮ですよ。いやすごいですよね、うん、これが綺麗に剥けて、で、さらにこのこれ、サナギの。あ、なるほど、そういうことか、はい、2つ持ってるのか。はい、ちょっと2つまとまった感じに。おぉ、はい、綺麗、綺麗ですね、バッチリ。あ、めっちゃいいわ。70ぐらいありそうですね。ちょっと後で測りましょうか。幸先いいですね。なかなかね。大丈夫ですか。うん、大丈夫。咳してますけど。まあでもよくある、これは。大丈夫ですか。うん、水とか飲まない。大丈夫。ゲップしなかったですか。ゲップした。下からも上からも。下は今日やってないでしょ。おならキャラなんですから。おならキャラじゃないって。じゃあ行きましょう。はい、次、次は 67g なんで、さっきよりもうちょいちっちゃいと思う。はい、あ、ね、このね、結構時間かかるから、やっぱカブトムシって、うん、だから余計楽しみなんですね。足だけ見えた。おお、かっこいいな。メスでもかっこいいっすよね、もうここまで来たと。確かにヘラクレスはやっぱ違うな、やっぱメスでも、はい、迫力ありますよね、うん、で血統自体はいい血統ですから。ああ、これやっぱ羽の質感がいいよね。いいっすよね、うん、ゴツゴツした、なんかよく見たら古代文字とか塗装な、うん、ゴツゴツ感というかね。あの、古代文字ではないな、これ。いや、そんなちゃんとちゃんといいじゃないですか、別に。ああ、確かにね、とかでしょ。ちょっとやっぱ、勉強してる人もいるから、これ見て。あ、代わりにね。そう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 、そんなことないよって、うん、ならないためにも言ってくれたんですね。今ので低評価1個消えたよ。1個か。そう。そんなアホみたいないでしょ、あるのか、やっぱり、うん、でも、どうあがいてもあるんだろうな。あれはまあ、しょうがないよね、はい、もう、まあ、挨拶ですよ。
もうもはや。でも俺なんかさ、今日ツイッターでエゴサーチしててさ、はいはい、昆虫ハウスって調べたら、はい、一番最初に昆虫ハウス嫌いって。やだよ、直接攻撃してこないから。確かに本当に思ってるんだと思う。確かにな。嫌いっていうのが現れるっても珍しいことですよ。ああ、確かに。こんな絶対の知れないだけの部屋が、うん、確かにな。まあ、でも無事そうで何より。はい。でも僕も交尾動画とかたまになんかツイートでありましたよ。なんて。マジでおすすめに載ってたから、うん、ちょっと間違って押しちゃったけど、ヘラクレスオオカブト、うん、クエスチョンの交尾動画でマジで気持ち悪くて携帯投げたみたいな。ああ、でもまあ携帯壊れてないからつぶやけたって。まあそうそうそう。そう考えたらね。よかったのかな。あ、これネプチューンですね。ネプ？ネプチューンもいます。え、そういうことか。ネプチューンも含め8でした。ああ、でもね、はい、ちょっと得した気分。確かに。間ネプです、これ。うん。いきましょうか。はい。ネプチューンに関してはもう、2017年の11月ですね。結構前だな。2017年の11月なんで、まあ2年ちょっと。2年半ぐらい。結構かかりましたね。いきます。はい。大丈夫か？あ、あ、よかったよかった。似てるな。はい。でこれサタンと違って後ろがめちゃくちゃツルツルなんですよ。サタンは後ろまでこの状態なんですけど、ザラザラというか、はい、ツルツルになるんですよ、これネプチューンの特徴。面白いな。でも立派でよかった、うん、ネプチューンそんなに抱えてなかったんでね。オスが3かな結局成虫。はい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 。でメスは多分ね、あと1匹どっかに寝てる、まあサナギかよ、サナギしてるんですけど、うん、だから3オス2メスになると思います。まあでも元気そうで、これサナギですね。サナギ羽化してると思ってたんですけど、まだちょっとじゃあサナギですね。サナギか、見えないか、横にガッて傾けるのもあれなんで。なるほどね。見えないか、ちょっと。ああでもなんかうっすら穴みたいな。多分幼虫の皮があって、それが僕、はいはいはい、サナギの皮だと思ってたんですけど、ね、がっつりサナギがあるんで。なるほど。ちょっと見えなかったかもしれないですけど、はい、なので7です、すいません。7だから願いが叶います。ドラゴンボールだったらな。ドラゴンボールあんまでも知らないのもん、何もいいか。知ってますよ、戦闘力とかも知ってるし。え、一番マニアックなキャラクターなんか言ってよ。キャラクターですか。あ、それ知ってるっていう、ドラゴンボールの先祖。いや、言ってもなし。でも俺何知ってんだ、名前あんま覚えてないですね。でも、ゴエモン。ゴエモン？ゴザエモン。どれのこと言ってんの。なんかこんなヤジロベのこと言ってる。あ、ヤジロベ。確かに顔はゴエモンが押してるけど違う、全然違う。ちゃんと自信あって、うん、自分の中でこれがマイナーかなっていうやつはもう、うん、多分もう知ってる人からしたらめちゃくちゃメジャーかもしれないです。あー、まあそうか。ドクター X。 ドクター X はいないって。ドクターゲロのこと言ってる。あ、そうそうそう。本当に知ってるのってなったらクーラーとかしか。あー、映画の方か。はい。じゃあこれ次、はい、こちらもヘラクレス、ヘラクレスZ ですね。はい。ドラゴンボールの話まだ。これ数字だけで管理してるんですけど、実際は詳しいのはノートに書いてるんですけど、うん、血統とか。これ 70g なんで、まあそこそこかな。まあ 68mm ぐらいだと思うんですけど。大丈夫。あ、いたいた。はい。あ、大きい。うおお。ちゃんと元気だな。そうですね。うん。でかいですね、意外と。はい、意外と70超えてそうな。いいじゃん。うん、よかったよかった。待ってたからな、ずっと。これも大丈夫ですね。行きましょう。はい。これ62なんで結構ちっちゃいと思います。ちっちゃいのか。 62g。 まあそれもいいですね。そういう今さっき掘り出したやつと兄弟です、うん、同じです、ね、あ、兄弟か。はい。ちょっと体重減っちゃってたから、まあサナギ成虫になってくれてればもう全然いいです。いや、なってない可能性もある。いやでも多分ね、サナギの皮みたいなのがあったんで、うん、これサナギの皮っぽいんで、多分大丈夫だと思うんですけど。後ろだから、はい、みたいな。多分大丈夫だと思います。はい。おー、出てきた。ちっちゃいって言われながら、まあ、立派ではありますよね、うん、結局でも65ぐらいですもんね。おー、まあ、でも思ったよりかはでかかったかな。綺麗に収まってて、綺麗だわ。うん。あー、もう少ないよ、終わっちゃう。悲しいな、やっぱそれ。悲しいですね。これさらにちっちゃい、59g。今一番ちっちゃいですね。いきます。はい。あれ、まあそんなことなさそうか。お、意外と、あ、さ、最近生まれてますね。ちょっと赤い。あ、本当だ、赤い。まだ固まりきってなかった。あ、そういうことなんだ。はい。でも思ったよりか。え、そんななんかちっちゃい感じしない。はい。まあまだここ、あ、でもまあ意外と65ぐらいありそうですね。
こいつも兄弟です。あー嫌でした。違う、やっぱいいね、人間とまた違うんけどね。まあまあまあそうですね、血が一緒ってだけだもん。結構そっくりだったもんな、顔が。いやいや、そんな切りないです。じゃあその、今まで見た中でも。あ、マジですか。そうそう、わかるわかる。じゃあこれもどうか、兄弟か、うん、別のやつか。あ、でも顔見たらわかると思う、はい、顔見たらわかります、うん、ラストです。はい、これ74なんで結構大きいかもしれない。でかっ、はい、お、さっきよりでかいだ。はい、うん、大丈夫ですね、いきます、はい、どれも1年半ぐらいかかりましたね。うん、楽です。うわっ、あっ、そう、音がすごい。サギの皮が、うん、でかっ、でかくね、結構でかいですね。70ちょいありそう、73ぐらいありそうですね。うわー、どうですか、めっちゃいい毛深くて。そう、毛がね、やっぱ新生虫は毛がふさふさなんですよ。ここら辺とかもう動物のふさふさ感ですよ。ここちょっと触ってみてください、指で優しくさーっと。あー、でも動物じゃないわ、はい、俺飼ったことあるけど動物。いやいや、僕もありますよ。あ、でもすごい柔らかい。そう、毛布、毛布だわ。あー、でも絨毯、新しい絨毯。あー、そう、絨毯だな、仙台の。あれ、これやってませんでした前。あれ、別のやつですか。あ、別のやつです。別か。そうこれどうですか、兄弟ですか。これはでも、よその女。よそか。うん、今までのと、なんかちょっとやっぱ顔違う。あー、待って、マジで可愛くないか。でも全然違う。いや、可愛い。あ、柔らか。いいですよね。え、何、カブトムシってこんな感じなの、いつも。いや、でもやっぱヘラクレス意外と毛ふさふさなんですよね。こいつ可愛いわ。で、やっぱりその寿命が近づいてくるとどうしても毛も薄れていくというか、はい、うん、まあその生活してる上でどんどん傷もついていくんでしょうね、多分。まああるかもしれないけど。ネプチューンいたじゃないですか。うん、そいつ以外全部兄弟です。え、こいつも兄弟。はい、全然似てないじゃん。いやいや、あ、でも変わるんですね、だいぶ、うん、本当はすごいですね。どれ、どこどこ。本当に反射によっては光のもう本当に毛で完全に覆われてる感じですね。そうすごい。あー、今見える、お猿さんみたいな。やばいやばい、お猿さん。いやいや、イントネーション変えて言わなくていい。あ、待って、こんなもちゃもちゃしてんの。はい、いいな、すごいですね、やっぱ。いや、でもこれ大きいな、いい、ちょっと測りたくなっちゃったな。測っちゃおうか。全然いいんじゃないですか、はい、ちょっと測ります。はい、じゃあ、ちゃまさん、ここ力貯めてもらっていいですか。うわ、珍しい、な、俺に見えるようにカタツムリ作ったやつ。虫好きだから。いや、カタツムリ虫じゃない、はい、あ、そっか、厳しいな。なんでも力を、ちゃまさんなりの魔法を出してください。魔法出すの。はい、いにしえの力よ、すべてをミモリに与えたまえ。はぁー、おー、めっちゃ疲れるな、これ。疲れるでしょ。うん、だから筋トレが大事なんですよ。筋トレなの、これって、はい、あ、そうな、魔法って筋トレだったんだ。だからこれデジタルですね、デジタル式のやつなんで、はい、これで測っていきます。まあでも僕ね、そんなに測るの上手くないんで、大体なんですよ。うまさとかあるんですね。はい、やっぱこれね、結局頭を下げるか上げるかでもだいぶ変わるんですよ。あ、そうなのか。いてこの、ここは今頭上がってる状態じゃないですか。はい、頭上がってる状態で測、いてダメだ、痛すぎる、いて痛すぎる、爪が。よし、頭上がってる状態と下がってる状態、今これ下がってますね。はいはいはい、これ下がってるじゃないですか。はい、でもう2ミリぐらい変わるんで。なるほどな。だから例えばヤフオクとかに出すんだったら、まあ普通に自分で管理する時もですけど、はい、何ミリかっこ頭下げた状態とか、うんうんうん、何ミリかっこ頭上げた状態みたいな感じで書いた方がいいかなと思いますね。ああ、じゃあいきます。はい、え、今おならした。契約じゃん、俺の唯一のキャラが。しろよ、大きな音で。いや、ごめんなさい、ちょ、魔法期限が切れてたやつが出ちゃいました。あ、ガスになって出てくるの。はい、蓄えちゃってました。最悪じゃん。あ、むずいよ、掴んでないとね、やっぱ痛いんですよね。うわ、足強いね、やっぱめちゃくちゃ強いです。なるほど、そういうことか。ここに置きましょうか、ちょっと不安定ですけどね。いきます。はい、まあ、大体です。 71.8。 おお、頭がこう斜めの状態ですかね、はい、上がりきってない、はい、下がりきってない状態で 71.8。 はい、 74g の多分だから一番大きいやつかな、うん、で、羽先までですね、このここですね、このお尻の方じゃなくて、
まあいいんじゃないですかね。なかなかいいな、はい、次行きましょう、はい、もうサクサク測っていきますね。はい、 68.8。 おお、大きい。悪くない。これ意外と大きかったですね、うん、59g なのに。3匹目。はい。69.0。 おお。一番最初のが一番でっかいかな。あいつでかかったな。12g だったやつが。あ、でもこいつも大きいな、意外と。ね、ちっちゃく見えない。うん、あ、64.7。おお、64って、そうか、ちっちゃいのか。って考えたら最後の、最初の 59g のやつでかいですね。うん。妥当ですもんね、これ 62g で。確かに。あ、これもちっちゃいな。そいつはもともと。67です。ああ。これも多分65ぐらいじゃないですか。65.7。おぉ、ラクレスラストですね。はい、あ、これも 75g、 74g だったやつ。体勢切るね、じゃあ大きいかも。70超えててほしいですね、やっぱ見栄えもいいしな。はい、どうだろう。 68.1。 あー、70いかかった。全然でしたね。まあまあまあ、元気が一番ですから。うん、で、まあネプチューンも測りましょうか。そうか、せっかくならね。はい、痛い。そうか、めちゃくちゃ痛いんですよ、足。だから結構厚手のゴム手袋とか使った方が。ああ、 66.5。 66.5。 はい、あ、これ無駄にやってるな。出すって間違いだ。OK で終了ですね。はい、まあ、結果的に、うん、70、まあ70ちょっとのやつが一番大きくて、平均多分67mm ぐらいですかね。あ、まあまあいいかな。そうですね、はい、元気そうで。これサナギだったやつ。そうか、サナギだもんね。実際ちゃんと無事全部羽化できてたというか。そうですね、良かったです。で、まあまだまたこっからまあサナギ成虫になってくやつとかもいたりするんで、はい、ね、またたくさんヘラクレスあげられるようになってくるかなとは思うんですけど、うん、それまでちょっと楽しみに待ってもらえればとは思いますね。はいはい、そんな感じで、まあ、久しぶりのヘラクレスメス羽化の割り出し、うん、おさせてもらいましたけど、個人的にもまあ楽しかったんで。で、ただやっぱ今年はまあ引っ越しとかもあったり、はいはいはい、ちょっとマット不足に陥ったりと、うん、まあたくさん数増やしすぎちゃったっていうのもあってだったんで、今期まだ全然やってないんですけど、ヘラクレス、はい、親とかも決まってなくて、うん、なんで今期はやっぱできるだけ、まあもちろんたくさん抱えたいのもありますけど、抱えれる範囲でしっかり育てられたらなとは思います。ということで、今回の動画良かったなと思った方、ぜひ高評価、チャンネル登録お待ちしております。はい、質問コーナーです。橋本さんです。お願いします。お願いします。早速行きましょうか。はい、その前に、うん、これうちの飼ってるももちゃんの背中がプリントされた T シャツなんですけど、はいはい、これぜひ、概要欄に通販サイト載ってますんで覗いてってよ。覗いてって覗きやな、はい、そうです。すいません、サブちゃんの方もぜひ。これサブちゃんの質問コーナー。いや違います、サブちゃんで質問来るわけないです。確かにコメントがまずそうそう来てねえから、はい、コメントもたまにようやく 3,4 件来るぐらいですからね、うん、ポケモンにの動画に至っては高評価6とかですね。じゃあ早速質問いきましょうか。お願いします。質問です。同じ親から生まれた成虫同士を掛け合わせることはいいんでしょうか。もう全然いいです。お、はい、どうなんだろう。まあ種類によってもあるけど、そのやっぱ、兄弟同士で掛け合わせるって全然やっていく必要があったりもするんで、うん、例えばその血統の固定というか、はい、そのオオクワガタでも例えばそう、顎がスラッと伸びるタイプだったり、うん、顎がすごい太くなるタイプだったり、うん、それこそデカさに現れるタイプだったりとか、うん、そういう特徴がやっぱ1匹ずつ違うんですよ、兄弟でも、はい、うん、そこをまあ見極めて、うん、例えば顎が太いやつにしたいっていう人だったら顎が太いやつ同士でどんどん掛け合わせて兄弟で、うん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 、で固定させるみたいな方法もあったりするんで、そっからまあ途中他の血を入れてとかっていうのがあるぐらいなんで全然いいです、うん、はい、だしやっぱどうしてもやっぱね、その同じやつで交尾させられた方がその追加でまた新しいオスメスを買うよりもリーズナブルにはなるんで。あ、そういうことか。単純に、はいはい、まあ、言っても趣味ですから、うん、まあそっちの方が理想ですよね、うん、ただどうしても羽化ずれとかする種類も多いんで、ヘラクレスとかも結構羽化ずれしますし、うん、メスは1年で羽化したりオスは1年半だったりするし。あ、結構違うね。はい、そこのまあ間ちょうどメスもなんか14ヶ月ぐらいでオスも14ヶ月ぐらいで生まれて、うん、
ちょうど合うやつもいたりはするんですけど、基本はもう浮かずれするんで。あ、平田とかなんてもうメスは半年でオスは1年ちょっとかかったりしますからね。まあただ平田の場合は長生きするんで、うん、結局掛け合わせられたりとかもあるんですけど。あ、浮かずれしても。はい、浮かずれしても。なんでまああとはやっぱ小型種とかは結構その兄弟同士で掛け合わせるとその不全率というか卵から孵化しづらかったりとか、うん、幼虫で途中で星になりやすかったりとかあったりするんですけど、そのグランディスコフキとか四つ星とかも結構インブリードに弱いかもしれないですね。あ、そう、まあ種類的に、まあ、基本的には全然いいです。ただそのやっぱ血が濃くなっていってるからその不全率とか上がったりすることはあるかもしれないんで、うん、基本的にはまあやっていいかなとは思います。そんな感じで、はい、お互いブリード楽しみましょう。じゃあ次、越冬させるときなんか寂しい気持ちになるんだよね。俺だけかな。ガツくな。そんなことないです。多分この人はこうやって質問で取り上げられてるとはみじんも思ってなかったですね。質問じゃないもんね。はい、独り言みたいな。はい、やっぱ寂しいですよね。やっぱね、多分ね、なんだろう、なんかその学生の頃の夏休み気分というか、うん、感覚で言ったら、うんうんうん、夏休み入る前日の学校ってちょっと寂しいじゃないですか。一時会わないから友達、そのそ本当に仲いいやつとは会うからあれだけど、うん、そんなに頻繁に会わない人とか、うん、それこそ好きな子とかね、だから異性、うんうんうん、とか一時会えなかったり片思いしてたら余計ね、うんうんうん、そのこの期間ってやっぱ寂しいんですよ。あ、だからその感覚と近いですよね。あ、そうなの。多分一時会えないからやっぱいじるのも良くないし、その寝てるんで、うん、だから夏休みですね、逆に人間で言う。あー、楽しいけど、そっか、そうだか、その始まりは、はい、だからその、例えば隣の席の女の子と、うん、まあ、いつも仲良しで、わーわー学校では話すけど、うん、別にその休みの日に遊ぶとか、うん、放課後遊ぶとかいう関係ではない、うん、その中で、まあ、わーって喋ってて、で、次の日夏休み、うん、まあ、いつも通り喋る。でも夏休みの期間は会うことはないだろうな、うん、と思いながら、まあ、まあ、またなってなって夏休み入ったら、うん、もうやっぱもうこう、別れちゃいますから。あ、ちょっとまあいつも学校でワイワイし、うん、話してた、いつもこの距離にいたあの女の子は、うん、もう姿が一時見当たらない、寂しいな、かといって急にその子の家に行くのもだしみたいな。あ、難しいのか。 LINE 送るような関係でもないし、うーんってなる。で、ようやく夏休みが明けて、うん、学校でまたこう会ってまたいつも通りやれるっていう、そういう喜びもあるしね。あ、これと一緒なの。一緒です。マジか。だからまあ逆、真逆ですけど、季節は人間でいう夏休み、うん、とオオクワガタでいう越冬の時期、うん、てかクワガタはだから結局あの子です。クワガタって自分でも、いやいや、クワガタはあの子、あの子、はい、俺は、俺は俺、俺は俺、いつも、うん、クワガタはあの子、あの子、みんながあの時にあの感情になったあの子がクワガタですね。、はい、なるほど、そうなの。だから夏休み明け、うん、もういいや、好きだなそれ、はい、さっきからずっと夏休み明けにね、うん、その子とだ同じ、まあ、いつも通りまたようやくあの待ってた日常が復活するわけですよ、うんうん、したらあれなんか化粧上手くなってないみたいな。ああ、長いっていうこともありえるんで、うん、オオクワガタもしかしたらすごい綺麗な化粧するようになってるかもしれない。化粧っていうか、まあ成長でしょ。はい、まあ、成長もしないですけど。はい、変わらない、はい、じゃあちゃうって、この理論、はい、あれなんか髪切ってたりするかもしれないんで、うんうんうん、オオクワガタが。オオクワガタ、はい、いや、ないでしょ、あいつら。だからいや、まあそれを楽しみにしててください。そう、でも気持ちは分かりますね。あ、そうか、はい、だから夏休みですね、人間でいう、うん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 、だからクワガタの越冬期間は、うん、だからまた会える日をお互い楽しみにしましょう。そんな感じですね。お互い、初恋のあの子また帰ってくるの待ちましょう。いや、変わった、はい、最後の言葉が、はい、いや、めっちゃ動揺してるじゃないですか。初恋の相手を思い出してるじゃないですか。それも、はい、会えてない人がいるから、もしかしたら、はい、もしかしたらあるんで、うん、はい、はい、そんな感じで今回この2つですかね、うん、はい、回答させていただきました。またどんどん質問もお待ちしておりますので、はい、今回もご視聴長々としていただきありがとうございました。